怪我で離脱していたノマ選手、ターリー選手が全体練習に合流。もう怪我の心配もなく完全復活と言っていいみたいだね。シエシュでの活躍も期待しておるじゃ。今年のカープは怪我人が多くて、その穴をみんなでカバーしてきたよね。2の原動力じゃな。終盤戦もフルメンバーが揃うことはなかなかなかったんだけど、 CS からはついに主力が全員揃ったよ。下克上の始まりじゃわい。ファーストステージは難敵のいる DeNA、 地元開催とはいえ東選手や今永選手を打ち崩すのは難しい。接戦となるとターリー選手の復帰はすごく心強いよね。新井監督の短期決戦の戦い方も気になるわい。とにかく楽しみだよね。フルメンバーが揃ったことに対してファンの反応はというと、正直実績のある選手より調子の良い選手の見極めが大切。確かにターリーの復帰は嬉しいけど調子が上がらないと使えないよ。朗報だけど見極めもしっかり。左の中継ぎとしてターリーの復帰はかなりでかいでしょう。やや後半失速した先発の調子が良ければワンチャンある。野手は野間が何か起こしてくれるでしょう。ターリーはかなり時間かかったけど、このタイミングでの復帰に合わせてたのかな。2軍でも良さそうだったし期待できる。あとはどんな打順で挑むのか気になるな。野間復帰で末金はどうなるかな。秋山、西川は外さんだろうし、堂林はファーストで末金は代打かな。個人的には末金は出し続けてほしいけどね。誰をスタメンで起用するか、調子の良い選手の見極め、いろいろとファンも気になってるみたい。起用の幅も広がったしの、そら気になるわい。皆さんのご意見も聞かせくださいね。ということで、怪我人の復帰に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。